はいどうも、趣ゼロの郷土人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日も始まりました、暇を有効に使ったフットボールラジオということでやっていきたいと思います。で今日なんですけど、今日は J1 リーグの第8節京都サンガ FC VS ガンバ大阪の試合感想を中心に、他の J1 リーグの試合についていろいろと話していけたらなと思っております。で若干喉の調子が悪くて、いつもより声の雰囲気が違うかもしれないんですけれども、そこだけご了承いただけたらなと思っております。でこの第8節ね、すごくゴールの入った週やったなっていうのがあって、まあどこの試合もね0対0で終わるっていう試合がなかった J1 リーグ。まあ2時に行われていたゲームやったら、横浜 FC VS サンフレッチェ広島とアルビレックス新潟 VS アビスパ福岡があったんやけれども、ここはね広島が3対0で横浜 FC を相手にきっちりと勝利してたり、新潟はね福岡を相手に2点取られたけれども、前半に伊藤亮太郎選手が3得点を決めてハットトリック、後半でね盛り返して逆転まで持っていったし、アディショナルタイムのね48分っていうところで2点目を決めるよね伊藤選手が。でその後50分、押し込んでこぼれ球、最後中央こぼれてきたボールをしっかりとダイレクトで決めていくっていうところ、今年のねブレイク候補っていうか、もう前半戦からがっつりね存在感を表している伊藤選手のゴール、すごく上手かったなっていうのがあったよね。とまあこんな感じで話していくんですけれども、まあ3時4時のゲームはねちょっとまだ置いといて、まずは京都サンガ FC VS ガンバ大阪の試合感想について話していけたらなと思っております。まあこの試合は関西ダービー、そして両チームにとって重要な一戦となりそうな試合やったよね。ホームのサンガは前節福岡を相手に1対2で惜敗、まあ残り15分とアディショナルタイムっていうところで追いつかれて流れを持っていかれて敗戦、まあ、連敗となった中で迎えるこの試合、ここで3連敗ってなったら一気に流れが悪くなりそうやったので、是が非でも勝ちたいところっていうのがあったんじゃないかな。でガンバ大阪の方は前節川崎フロンターレを相手に勝利、ダワン選手とファン・アラーノ選手の豪快なゴールでね今シーズン初勝利を挙げたんやけれども、ここから調子を上げていくためにもこちらも負けられない戦いっていうのがあったんじゃないかな。そしてスタメンを見ていくと、まずホームのサンガはゴールキーパーが若原選手に戻ったっていうところやけれども、ディフェンスラインは安定の4バックで4枚きっちりと前節から変わらずって感じだったし、中盤から前はね少しメンバーが変わっていて、三沢選手が初スタメン、そしてワントップのところにガンバ大阪でも在籍経験のある一味選手が入っていました。でサブにはね去年までガンバにいたパトリック選手もいたし、パウリーニョ選手、荒木選手と仕掛けられる選手がベンチ入り、ルヴァンで調子を上げている選手たちが控えているっていうのは期待のポイントやったよね。で対してアウェーのガンバ大阪のスタメン、ゴールキーパーは谷選手、そして前節ゴールを決めたダワン選手、パンアラーノ選手ともにスタメン、ダワン選手とネタラビー選手のダブルセンターは攻守両面に走り回れるような2人やったので注目でしかなかったかな。そしてサブには宇佐美選手や鈴木武蔵選手といった実績十分な攻撃陣が控えていたので、ここのベンチの存在感っていうところにも怖さがあったかな。まあそんな感じで前半がスタート、最初のシュートを打ったのはサンガの木下選手やってんけれども、立ち上がりガンバが攻撃を仕掛けていくシーンが多かったですよね。まあ鋭い攻撃から縦パスを入れてサンガの守備を切り裂いていたし、8分のジェパリ選手がボールを受けて左の福田選手にスルーパスが入ってエリア内からのシュート、あれは少しサイドに開いていたものの決定機やったし、冷静に防いだ若原選手ナイスセーブやったなっていうのがあったね。でこの立ち上がりでピンチが多かった中で失点しなかったっていうのはサンガにとっては大きい出来事やったんじゃないかな。まあ個人的なポイントやってんけれども、12分の井上選手がスライディングでファンアラーノ選手からボールを奪ったシーン、完全にタッチした瞬間を狙っていたし、ボールだけをしっかりとかっさらっていったっていうところ、このタックルの技術めちゃくちゃ高いなって思いましたね。その後のね16分の守備もね見事なタックルを見せていて、井上選手すごいな、存在感を今回放っているなっていうのがあったね。で試合の流れっていったところでは、まだどっちかに傾いているっていう様子はあんまりなかったんやけれども、ガンバがねボールを持つ展開が多くて、サンガはプレッシングとか守備に追われる時間が増えているっていうのが印象の中にあったかな。ただそんな中で先制したのはサンガ、21分のシーンフリーキックの後の攻撃っていうこともあって、右サイドに井上選手が残っていてボールを受けてクロスボール、中の人数が少し少なくなっていたこともあったのか、豊川選手だけがそのボールに反応していてゴール、豊川選手らしい一瞬の動きからゴール
前で仕事をするプレーです先生。まあ、守備に時間を割かれていたサンガが先制するっていう展開になったのもそうやし、その後のプレーでも川崎選手のヘッドとかサンガが徐々にゴールを決めてから攻撃を仕掛ける場面が増えてきたので、ここから攻守が入れ替わっていくのかなっていうのがあったかな。でこのゴールの後はサンガは前線からのプレスからボールを奪って攻撃を仕掛けるっていうところを徹底していたし、ガンバは右サイド左サイドそして中央とバランスよく攻撃を組み立てて襲いかかっていた。その中で36分、左サイドの黒川選手が運んでいって福田選手が逆サイドに展開、これをファンアラノ選手がちゃんとトラップして受けてクロス、このクリアボールを石毛選手がシュート、豪快なミドルシュートがネットに突き刺さって1対1、ガンバが同点に追いつくんよね。まあこれを止めろっていう方が難しいくらいのシュートやったし、抑えを効かせつつ豪快なシュートを決め切った石毛選手すごかったなっていうのがあったかな。まあ今節の J リーグね、こういう豪快なシュートが多かったイメージがあって、新潟のさっき言った伊藤選手のシュートも良かったし、鳥栖のね長沼選手のシュートもめちゃくちゃ綺麗な放物線を描いたミドルシュートを決めていたりと、意外とビューティフルなゴールが多かったよね。そしてそのまま前半は終了、1対1とお互いにゴールを奪った中で終えた前半。サンガからするとなかなかボールを持たせてもらえない中で先制はできたもののミドルシュートで追いつかれて同点。少しボールを持たれている時間帯が多かった前半なだけに、後半もっと積極的にボールを奪いに行けるのか、どう試合の流れを変えていくのかっていうところに注目してました。対してガンバの方は先制はされたもののサイドや中央と攻撃に幅を使ってボールをしっかりと回していたし、前半のうちに同点にできたっていうのはガンバからすると大きかったんじゃないかな。石毛選手のゴールの後もサイドからダワン選手がヘッドで襲いかかっていたりと、本当に攻撃面で手応えがありそうな前半やったんで、後半同じことができるのかっていうところにガンバ側は注目していたかな。そんな中で後半がスタート、ガンバはメンバー変更なしで迎える後半。対してサンガの方は三沢選手を下げて福岡選手を後半開始と同時に投入。まあ先にサンガが仕掛けてきたっていう感じの展開やったね。で後半の立ち上がりはサンガがペースを握った展開でセカンドボールを高い位置で回収できてシュートまで持っていくっていうシーンが多かった。ガンバの選手との中央でのボールの奪い合いとかの場面でも、一歩川崎選手が先に触れていたりとか、豊川選手、白井選手がサイドで拾い切ったり、抑えていたりを、本当に前半ほどガンバに好きにボールを持たせていないなっていう印象があったよね。ただ後半も10分が過ぎていくと、ガンバが徐々に前半のような速いパス回しから攻撃を組み立てていくシーンがまた見られるようになって、ジェバリ選手が足元で受けてサイドに展開させたり、裏を2列目の選手が取ったりと、本当に幅広い攻撃でサンガのゴールに襲いかかっていましたよね。で少し流れがガンバに行きそうやなっていうタイミングでサンガは2枚目の選手交代、木下選手を下げてパトリック選手を投入。まあここでねパトリック選手ということでガンバに長く在籍していただけに、このフルス対戦っていうのは思い入れがあったやろうし、ゴールっていう結果でフルス団そしてサンガの勝利に貢献してほしいなと思いながらこの時は見てましたね。そして直後にガンバも選手交代、ゴールを決めた石毛選手を下げて宇佐美選手を投入。三浦選手のユニフォームが破れるっていうアクシデントがありながらからの交代っていう珍しい雰囲気やったけれども、お互いに攻撃で違いを見せれる選手を投入して勝ち越しを狙う姿勢を見せていましたね。で68分にはサンガがまたも2枚替え、豊川選手と佐藤選手を下げて井岡選手と荒木選手を投入と、目まぐるしく交代枠を使って試合の雰囲気を変えていこうとしてましたね。でこの交代でサンガは4バックから3バックに変えて 3-4-3 っていう感じのフォーメーションにしてました。でパトリック選手が入って高いボールで前に押し込むプレーをしつつ、一味選手が足元で収めたりっていう感じで、グラウンダーのボールでもハイボールでもうまく前線につけられるようになっていたっていうのがサンガのポイントやったんじゃないかな。ただなかなかねサンガもガンバも両チームともにシュートまで持っていくっていうのが難しい試合展開になってました。で74分、ガンバは福田選手を下げて杉山選手を投入、そしてサンガは一味選手を下げてパウリーニョ選手を投入。これでねサンガは早くも5枚全部を変えてこのメンバーで勝ち越しを狙うことを決めていくっていう選択をしましたね。お互いに攻撃はしているもののなかなか1点を奪えない中で、残り10分となったタイミングでガンバも最後の選手交代、ジェバリ選手とダワン選手を下げて山本選手と鈴木武蔵選手を投入。お互いに交代枠を使い切った中でのプレーで、この交代のすぐ後やねパウリーニョ選手が三浦選手にプレスをかけると、そのまま奪い切ってニアサイドに走り込んでいたパトリック選手に通してシュート。これが決まって2対1、パトリック選手がフルス相手にゴールを決めて勝ち越すんよね。まあ、ゴール後のパフォーマンスではフルスへの尊敬とかもあったのか、爆発させるようなパフォーマンスじゃなく
くてありがとうっていう控えめなパフォーマンスで本当に人柄が出るようなゴールシーンでしたよね。でシュートも良かったんやけれども、やっぱりパウリーニョ選手の守備よね、なかなか守備面で苦労して試合に絡めてなかった印象が去年からあったんやけれども、本当に見事なプレスやったし、得意のドリブル、ボールを持った時のプレーっていうのは健在で、今後流れを変えれる役割としてかなり貴重な存在になっていくんじゃないかなって思うプレーでしたね。で1点を追いかける展開になったガンバは鈴木武蔵選手をターゲットに攻撃を仕掛けていくシーンが増えていた中で、87分にサイドでの攻防、松田選手とクォン・ギョンウォン選手の接触でのプレーで、先に触った松田選手に対してクォン・ギョンウォン選手が当たったっていうところでホイッスル、一発レッドでガンバが一人少ない展開になったよね。でまあこの退場は解説の人も言ってたけれども、スライディングを共にしていて止まれなかった、本当に悪意のあるプレーではないものの、後から入ってきたクォン・ギョンウォン選手が退場っていう感じで、まあもったいないプレーって感じでもあるし、ガンバからするとかなり苦しい試合展開になってしまったっていうのがあったよね。で押し込むことがね、ガンバはでき始めて同点を狙った中で一人少なくなった、サンガからするとより一層追いつかれるなんて状況にはさせないってなったやろうし、逆に一人少なくなってね、ガンバの方はゴールを奪うっていうのを明確化させるべきやなっていう感じだったと思うよね。まあ今シーズン川崎フロンターレとかが一人少ない中でゴールを決めていたりってして同点に追いついたりっていうね試合もあったので、気を引き締めてほしいなっていうのがサンガの方にはあったかな。でその中でアディショナルタイムでのプレー、ガンバの左サイドのスローインから中央の鈴木武蔵選手が潰れて後ろから走ってきた黒川選手がシュート、これを若原選手が冷静にセーブ、まあ、決定機はねその後も黒川選手がクロスとかで作られたものの、最後の最後までゴールを守りきって試合終了、サンガがホームでこの関西ダービーを2対1で勝利。前半後半ともに自分たちのしたいサッカーを展開させた中で、最後はパトリック選手が決勝ゴールを決めて勝ち点3、サンガが連敗を止めて今シーズン4勝目。ここまでまだ引き分けがなくて勝つか負けるかっていう感じの試合にはなってるんやけれども、それだけサンガはアグレッシブな試合をしてるんやろうなっていうのがあるね。対してガンバの方は前半からポゼッションを駆使して攻撃を組み立てていたし、中央だけじゃなくて右サイド左サイドと幅を使ってプレーを続けていた。後半は最後のシュートっていうところまで持っていくのがなかなか難しかったっていうのがあったので、そこの差が出たんじゃないかなっていうのがあるかな。でまあ次節の話にはなるんやけれども、まあ、水曜日ルヴァンカップが挟まるものの、次節サンガはホームでサガン鳥栖と対戦、鳥栖は今節レイソルを相手に1対1のドロー、軽く触れたけれども長沼選手がね石毛選手に負けず劣らずのビューティフルゴールを決めていたし、パクイルギ選手を中心とした守備は健在やったっていうのもあったので、鳥栖を相手にねサンガは連勝に向けて積極的にゴールを狙っていってほしいし、まあ、複数得点、そして次の試合はねクリーンシートで終えれるようにね頑張っていってほしいなっていうのがあるかな。まあこんな感じでサンガの試合についてはこれくらいで終わりにしとくんやけれども、他のね J1 の試合も結構白熱していたし、浦和 VS 札幌、これ4対1の試合にはなったんやけれども、後半にね全て点が決まったよね。札幌は前半に中村選手がね決定機会の阻止っていう感じで、まあ本当に完全に興梠選手が裏に抜けてねキーパーとの1対1っていう状況になっていた中で倒してしまったっていうのもあって仕方ないレッドやなとは思ってたんやけれども、その後なかなかね守備を崩されることがなかって10人で札幌が締まったゲームをね続けていたんよね。やけれども後半の23分っていうところでショルツ選手が最終ラインからボールを持ち上がっていってワンツーパスでエリア内に入っていってシュート、センターバックのプレーかよっていう感じだったし、これはえぐいなっていうのがあったよね。で38分には興梠選手が PK を決めて2対0にして、その後菅選手がねこちらもディフェンスラインの選手やねんけれどもエリア内まで入っていってカットインからシュートを打っていく、まあ守備陣の攻撃参加っていうのがね浦和札幌ともに見えていたなっていうのがあったし、ここからどう変わっていくんやろうなって思った中で後半50分にまたもやショルツ選手から決定球が演出されてオンゴールを誘発させて3対1で、最後の最後53分にはコーナーキックからホイブラーテン選手がヘッドを決めて4対1とね、浦和が結果的には3点差をつけて圧勝っていう感じにはなったんやけれども、少し生まれ変わった埼玉スタジアムっていうところでしっかりとホームゲーム勝利したっていうのは浦和からするとすごく大きい勝利やったと思うし、まあこれでね5勝目勝ち点16とかなり勝ち点を稼いでいるっていうところもポイントになってるんじゃないかな。でまあ他
にも鹿島 VS 神戸は5対1で神戸が勝利したんやけれども、まあ首位神戸独走状態に入るんじゃないかなっていう感じよね。もうどこが神戸を止めるんやって感じだったし、大迫選手はね鹿島相手にまた2点を決めて、古巣相手にどんどんゴール奪っているなっていう印象やし、鹿島からするとこの5失点はかなり厳しいなっていう感じやし、まあ試合後のねサポーターとの言い合いみたいなのも話題にはなっていたけれども、まあこれで4連敗っていうことで、選手とかからしてもサポーターからしても悔しい4連敗。ただね、あれだけなんか喧嘩しちゃうっていうのはすごく見ていてもったいないなっていうのがあるかな。まあ熱いサポーターっていうところと上昇軍団って言われる鹿島っていう遊園があるんかもしれんけれども、この4連敗を食い止めるためにもね、次節鹿島は是が非でも勝利が欲しいっていう感じにはなりそうよね。ちなみに鹿島はね次新潟と対戦っていうことで、まあ新潟は新潟でね冒頭で触れたけれども、福岡を相手に後半で3点を奪って劇的勝利をしているっていうこともあるから、すごく調子が上がってきているチームっていうことで難しい試合にはなりそうやねんな。なので次の試合結構新潟 VS 鹿島とかは注目されるんじゃないかな。でまあ他は川崎フロンターレがねまた名古屋グランパスと戦って、こちらも2対1で川崎が負けちゃって、まあ優勝候補と言われていたようなチームたちが結構苦戦している J1 リーグ。すごくね波乱が起きているっていうのはおかしいけれども、力の差のないリーグっていうこともあって目まぐるしく順位が入れ替わっているよね去年から。まあ今年は降格枠が一つっていうことで、結構ね苦しんでいるチームとかの中でも1勝2勝すれば全然ね順位が上がるっていう状況があるので、まだ開幕して8試合ここからどうなっていくかわからへんけれども、今後の上位争いとか下位争いっていうところにも注目していきたいなっていうのがあるかな。で J2 の方はね、まあちょっとだけ触れたいところ触れていくんやけれども、町田ゼルビア VS 大分トリニータ、ここの1位2位の直接対決、 J2 はこれで第10節っていうこともあって4分の1くらいが終わるっていうところの中で、この首位決戦町田が制して3対1、首位に返り咲いたっていうところは大きいところやなと思うし、荒木選手のね2点目前線でボールを奪ってニアサイドにぶち抜くシュート、あれ綺麗やなと思ったし、その後のエリキ選手のゴールも流れの中からね大分のディフェンスラインの裏を取ってしっかりと流し込んだっていうところ、これもねすごく綺麗なゴールやったんで、町田守備に定評があるチームっていう印象の中で3点を取って勝利したっていうのはかなり大きい収穫を得たんじゃないかな。で大分の方はね、まあ後半に1点は返したものの、前半のね3失点が響いて敗戦っていうことにはなったんやけれども、まあ今年は昇格枠が2位あるっていうこともあるし、その中からプレーオフで3位から6位も普通に入ってくるっていうこともあるから、まずは自動昇格のところ2位には落ちたものの、きっちりとね好調を積み重ねているチームっていうこともあるから、第11節の試合とかでしっかりとこの負けの流れを切ることができたら、自動昇格の枠そして首位に返り咲くっていうところも見えてくるんじゃないかなっていうのがあるかな。 J2 でね唯一勝利のない徳島ボルティスは長崎を相手に4対0、ここでまたもや敗戦っていうところ、5分け5敗でかなり苦しいゲーム展開になっているなっていうのがあるかな。とまあこんな感じで J2 の方でもね気になる試合何個かピックアップしていったんですけれども、 J1、J2 ね共にたくさんのゴールが入る試合が今週はあったということで、まあ来週のゲーム、まあルヴァンカップは挟むんやけれども、 J1 は次は締まったゲーム展開になっていくのか、また乱打戦が多いようなね試合になっていくのかわからへんけれども、来週以降もすごく楽しみにね J1 リーグとか J2 リーグ見ていけたらなと思っております。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。